信じるか信じないかあなた次第で有名なあの都市伝説の関さんっているじゃないですか。関さんって自分で都市伝説を考えて作り出して私たちに届けてくれてるんですかね。違うと思うんですよ。関さんは都市伝説と言われてるものがいっぱいあるのいっぱいあるのをね、本とか検索とかで知って、それをこんな話がありますよっていうふうに私たちに教えてくれてるだけなんですよね。ということは関さんは都市伝説について別に何かね、自分で想像力があったり創作力があるわけではないんですよ。こういったら失礼ですけどね。基本的にはどっかにある話を集めてきて再アウトプットしてるっていうことですよね。って考えるとどうですかね、関さんが都市伝説を作り出す能力全然なくても、こういうの知ってますよっていうね、知ってるってことが付加価値になるんじゃないですかね。どうですかね。そう思うとね、別にその名言をどっかから持ってきてそれを再発信することがどうなんですかね、その自分の付加価値がないっていうふうに考えるのは、そこまで心配しなくていいと思うんですよ。で、付加価値ってのは発信をしているってことなんですよ。だってしてない人としている人がいるでしょ。どっちがいいですかってことなんですよ。発信を全くしてない人、発信をしている人、どっちに付加価値があると思いますかってことですよね。自分で有益な情報を止めてしまう人、有益な経験を止めてしまう人、有益な失敗を止めてしまう人、でも止めずにきちんと一人でも役に立てばいいと思って伝えていく人、どっちがいいかなっていうことですよね。そういうことを考えないですかね。で、価値ってのは、結局はその情報を受け取った人が決めますよ。例えばね、私に自己アフィリエイトの方法をどれだけ何人の方が教えてくれても私には無価値です。多分私の方が圧倒的にレベルが上なんで。でも自己アフィリエイトをやったことがない人に対してやったことがある人っていうのが価値を埋めると思いませんかってことなんですよ。だから結局ね、誰にその情報を流すかってこと、もしくは誰がその情報を受け取っているかってことなんですよ。掛け算の九九っていうのを YouTube で喋ってる人がいます。掛け算の九九知らない人が聞くと勉強になるなと思います。でも掛け算の九九をマスターしてる人が聞くとなんだこれはになります。他にも例があります。私はですね、パソコンでコピー&ペーストの方法っていうのを動画で撮ってアップロードしたことがあるんですよ。これね、2万人を超えた方が見てます。コピー&ペーストなんてできますよね。でも今日からパソコンを始める人にとってみたらコピペって何って話なんですよ。じゃあその人のニーズに応えるための動画ができている価値を生んでるってことになります。まだまだありますよ。あのアヒルがね、これでワーワーワーってね動いてる可愛らしい動画があります。再生回数50万回60万回なんですよ。もはや人間すら出てない、そこに意志の力すら働いてないんですよ。で、こういうふうなことをね考えていくと、とにかくね、発信するのにが負担だったらもうビジネスはやめた方がいいです。集客不可能なんで、もうでビジネスをやめて、まあ労働とかね、なんか他のことをやればいいんじゃないですかね。で、今回どうすればうまくいくのかとか、実績がないと発信しても意味がないっていうことをお話しされてましたけども、私が自己アフィリエイトの実績ない時からきちんと人に教えて収入を得ていた、そして自己アフィリエイトのネタに発信をしていたっていう事実はありますね。それから目的が分かんないとできないんではなくって、とりあえず動いてみて自分が行き詰まる方向をどんどんね見つけていくってことかなと思います。富士山に登るとして今ね、登山ルートってあると思いますけども、最初は登山ルートってないわけですよ。地図がないわけですよ。でもそれを命がけで登っていって、ほとんどの人は迷ったりね、怪我をして転落したりとかしたでしょ。でその命の積み重ね、失敗の積み重ねの上にこのルートだったら安全に登れるよってものが確立されるわけなんですよ。回路図も同じですよね。海も、海っていうのは大陸から大陸に船で移動するときに大航海時代、もう誰がね向こう岸につけるか分かんない、もっと言ったら向こう岸に本当にね大陸があるのかすら分かんないんでバーって出るわけですよ。でこっちは海流が激しくって船が難破する海域だってことが分かったり、こっちには大きなね海洋動物が出てそれにやられたりとか、こっちの方は距離が長くって食料がなくなっちゃってもう漂流したりとかになっちゃうとかね。である時、探検から帰ってきた船乗りがね、こっちの方には途中離れ小島もあって食料も補給できるし船の修理もできるし嵐も来ないし海流も穏やかだよっていうところが見つかるから、よしその道を通ろうって感じで海路ってのが生まれるわけですよね。まあそういうふうにして、ね、何も分かんないまんま
動いていくことも覚悟しないと、それはね何もできないと思いますよ。で、就職とか労働ってのはすでにそのルートを構築した人がいるところについていくってことなんで、だからねチャレンジとは違います。単なる反復です。でもそこの反復にも価値がありますから、あ、それをやるなってことではないですね。で、今回はビジネスをするにはっていう話なんで、一人で稼ぐにはってことなんで、自分がやんなかったら誰も自分のことを宣伝してくれないわけですよ。だから一人で稼ぐっていうテーマにするんだったら、自分で自分のことを知らせていくしかないですよね。じゃあ何を知らせるのかってことですけども、出るだけでもこの顔が知れ渡ります。この声が知れ渡ります。そこがプラス1なんですよ。だからいきなりねプラス100とかプラス1000の結果がないとできないっていうのは傲慢なんですよね。そんなものはねないんですよ。最初何にもないです。何にもないところから失敗したんだとか成功例とかを積み重ねていく。時には人の歴史から学んだ知識ってものを自分の行動に補填していくっていうことで、やっと道が開けるんですよね。もちろんこれをやったからといって成功の保証はありません。成功の保証がないから多くの方はビビってやりません。ビビってやる人がいないからやってる人に価値があります。やって結果を出した人はもっと価値がありますけども、とりあえず結果の前に、目標の前にやるっていうことにまで達してない、その自分に対して、どうするべきなのかを考えた方がいいんじゃないかなと思いますよね。私は思うんですよ。やれば何かができるとね。